こんにちは、すみれです。今日の動画はナターシャ・ディノーナから出ているこちらのタングローブロンズパレットについてレビューしたいと思います。このタンっていうのは日焼けしたね肌のことを指すんですけども、タンスキンとかね、このパレットを使うことでこの夏のね健康的な日焼け肌っていうのを演出できます。でそれだけではなくて、日焼けしたこの輝きねを作ることができるんですが、今日実際に私の顔にもこちらを塗っていますので、後ほどメイクしてる様子はお見せしますね。早速パレットからちょっとね詳細見ていきたいと思います。まずサイズからいくと、こちらは縦8センチ、横 10.8センチ の厚みが 1.5 センチのものになって、鏡面仕上げになっています。で中を開けるとここにね4色入っています。そして左上に関してはこれがクリームのフォーミュラになっていて、それがねパウダーからクリームに飛ばないように、ここにねプラスチックのケースがちゃんとついてくれています。これはねすっごく好きですね。でクリームタイプはこれだけです。こっちはクリームではなくてパウダータイプになっています。そしてこちらのパレットはアメリカドルで55US ドル、そしてパラベンフリーや動物実験をしていないクルエルティフリーになります。こちらの使用期限については18ヶ月なので、1年半持つパレットでイタリア製になっています。そして中にはそれぞれね違ったものが4種類入っているんですけども、どのくらいの容量で入ってるかっていうと、これ同じに見えるんだけど、みんなフォーミュラも違ったりするので、それぞれねグラムも違うんですね。ちょっと簡単にご説明します。まず左上のグロークリームベースにおいては 2.8g、 右側のスーパーグローについては 3.5g、 左下のチークブロンザーパウダーについては 2.5g、 最後にグローインパクトパウダー、こちらは 3.2g になっています。そしてそれぞれねどんなものなのか一つ一つ見ていこうと思います。まず左上のグロークリームベースにおいては、本物の砕いた豊富なミネラルパールから作られたクリームハイライトになっています。肌の内側からね輝く肌にしてあげることや、すごく保湿効果もあるので、まあ、どんな肌でもね乾燥肌でも使うことができますよといったものになっています。次に右側ですね、こちらのスーパーグロー、これはねとっても柔らかいハイライトのパウダーになっているんですが、 3D の効果が得られるといったものになっています。そして細かく砕かれたクローマクリスタルとパールがね含まれたとっても軽いつけ心地のハイライトになっています。次に左下、こちらがチークブロンズパウダーなんですが、もう肌に溶け込む滑らかなテクスチャーになっていて、ブレンドもねとっても綺麗にできますね。そしてちょっと面白いのがね、この中には革新的なハイドラブーストテクノロジーっていうものが使われているそうなんです。これ何かなっていうと、水分補給成分の浸透をね促してくれるらしいんですね。そうすることで輝きが出てくれるようなものになっています。でこれはねブロンズでもいけるし、チークのね結構ブロンズチークみたいな感じで使うこともできます。最後に右下がグローインパクトパウダー、これが優しいソフトフォーカスのね HD 仕上げになっているもので、もうね多次元的なメタリックのハイライターですね。そういったものになっています。そしてベルベットのようなスムーズな仕上がりのものです。ということで実際にね塗ってる様子をお見せしたいと思います。でちなみに今の段階は眉毛を描いていて、あとはファンデーションが済んでます。そしてつけまつげはね100円ショップのこの際につけるようなねつけまつげもつけてますということで、今からちょっとこれをね塗っていきたいんですけど、まず最初にここのねブロンズチークの色味っていうのをここにこの辺と全体にねちょっと塗り広げていきたいと思います。ドーム型のブラシを使います。もう何でもいいんですけども、これはエルフのものになってます。これを取ってあげて払います。それからこういった部分ね、ほんのりと優しくねほんのりと塗っていくような形にします。そしたらこのねチークの骨に沿って、あとは下からちょっとこうね上に上げてあげるような感じで入れてあげます。これがねすごく綺麗にブレンドができるんですよね。それが本当にいいところだなと思って、なので薄くつけることもできるし、重ねてどん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 重ねても綺麗にね上にこう乗ってくれるから、すごくやりやすいです。ちょっと上の方にもね持ってってあげます。今こっち側が塗っていて、こっちは塗ってない状態なので、こっちも塗りますね。
このね、塗りやすさ、本当にこれは色が結構濃いめなんだけど塗りやすいですね。こんな感じで今両方塗りました。そして顔の高いところにこのクリームグローを、ね、塗っていこうと思います。でこれは指でもスポンジでもいいんですが、ナターシャはねこのデモンストレーションの時にスポンジを使っていたので、私は今回スポンジで塗ろうと思います。今度ね他の動画で半分はこのタンパレット、もう一つはこっちのブロンズパレットでそれぞれね塗る時に両方とも指でねつけようかなと思うので、今回はちょっとスポンジでお見せしますね。でここで取ってあげて顔のこのさらに高い位置ですねに塗ってきます。で顔の高い位置なのでこういった鼻のとことか、あとはねおでこのとことかも乗せて大丈夫です。顎とかもね。で反対側にもつけていきます。このちょっと高めのとこですね。こんな感じで今チークブロンズのとちょっと輝きをね足すようなことをしました。そしたら今度は今ねクリーム状のものを乗せた上にこの右側のね色を取って、これはナターシャ・ディノーナから出ている16番のね上が空いてるタイプの斜めにカットされているものになります。結構ね腰があるタイプです。これをスポンジで乗せた高いところの上にさらに乗せていきます。であとはねこのデコの高いところとか顔の高いところね、こういったところにも乗せていきます。でこっちが乗せた方、こっちが乗せていない方です。こっちもちょっと乗せますね。そうすると自然な輝きが出てくれるかなと思います。でさらに輝きを強調したい部分にはこの右下のね、この色味を使って、例えばほっぺのここをねもうちょっと強調させたいと思ったら、ここにさらにこれをねちょっと塗ってあげます。こんな感じ。そうするともうちょっとツヤ感も追加でね出てくれたりします。個人的にねこのツヤの見え方すっごく綺麗で、パール感とツヤ感がとっても綺麗で気に入ってます。今度こっち側も塗ろうと思います。ちょっとね高いところに塗っていきます。あとはおでこのとことかツヤ感をね出したいところに塗っていきます。そうするとナチュラルな感じでこのねタンパレットを塗るとこういった感じになります。でもちろんこれどんどん濃くすることもできるので、アイメイクとかグロスの感じを見てもうちょっとこの色味を深めた方がいいなっていう時はさらにねちょっと追加でやっていこうと思います。じゃあ一回とりあえずね他の部分を仕上げて戻ってきますね。こんな感じになりました。今ちなみにこのアイシャドウはこのねナターシャ・ディノーナのビバパレットっていうのと、あとはケイオスコスメティックから出ているこのねデュオクロームのルースパウダーですね。その2つを使ってちょっと仕上げました。グロスについてはタルトのマフトのこういったピンク系のものをちょっと使ってます。でこれからもう少しこの辺の色味をね足していこうと思います。同じねドーム型ブラシで取って、分かりますか？で、あとは全体的にもうちょっとねその感じっていうのもこう色をね足してあげても日焼けした肌っていうのをね演出できるかなと思います。でここだけ日焼けしてでもあれなので、首のねところとかあと肩のところとかね、結構海外ではデコルトまでもねしっかりとブロンザーでやる方は多いかなって思うんですけども、まあ、日本はそんなにないかなと思うんですけど、一応ねこう全部出してる時にここだけ日焼けしててもちょっと面白いのでまあなのでこうした感じでちょっとね日焼けした感じの肌っていうのが作ることができました。で最初私がこのタンパレット上げた時になんて綺麗なね色合いなんだってことで、本当にねうわー可愛いなーって思いましたね。私がねこのパレットで気に入っているのはこの左下のチークブロンザーですね。これが本当にブレンドが綺麗にできる、ちょっとのせてもね本当に綺麗に肌に馴染んでくれるので、ブロンザーとかなんかこうやるといつも汚くなっちゃうとか、こういまいちねこう肌に馴染まないっていった方はこういったもののねテクスチャーは一度試されてみてもいいかもしれないですね。個人的にとってもこれは好きです。であとこれとねここに入っているこのメタリックとパール、このツヤ感っていうのがね私はすごい気に入りました。
で、あとはこのグロークリーンベースなんですけど、最初ねこれをのせた時にちょっとそこの部分が暗くなるので、どうなんだろうってね、ちょっとハイライトだと思うんだけどなんか暗い気もするしって感じだったんですけど、その上にさらにねこのハイライトとかのせてあげると、あ、ちょっと日焼けした感じの暗い感じになりながらもツヤが出るんだなっていうのが分かったり、これは使ってみると発見があったようなものになりました。あとはね、ナターシャも実際にこちらを使って色をね、載せている動画があるので、そちらね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。そして、これと色違いのブロンズパレットもね、レビューをしますので、もうレビューが終わっていたらね、そちらも下にリンクを貼っておきますので、ぜひね、両方見比べてみてください。ということで今回はね、しっかりとこの日焼けができたような小麦肌というか、そういった輝きがあるような肌を演出できるタンブロンズ&グローパレットのご紹介でした。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。